劣等機能が勃発するきっかけとしては、あ、身体的な疲労。このタイプを思考する人たちにとっていろんなことに関わりすぎることによる疲労感やプレッシャーが劣等機能を引き出すきっかけになりますと、劣等機能は IS なので、内向感覚ですかね、他のタイプを思考する人たちよりも身体的な疲れを原因として挙げることが多いのですが、このタイプを思考する人たちの強い使命感や熱意が限度以上なことを自分たちにやらせる方向に働きすぎ、食事や休養といった誰にでもある欲求に気にかけないようにさせてしまうからですと、この結果体調不良に陥って過剰にしていることをやめざるを得なくなったりすることがこのインザグリップを引き起こすきっかけになりますと、ある ENFP を思考する人はどのくらいの時間がかかるかの判断を誤ってしまっていろんなことを引き受けすぎて負担が大きくなって疲れ切ってしまうっていう声があります。また事実への必要なこだわりとあって、細かな作業をたくさんしなければならなかったり、長時間事務に集中しなければならなかったりすると、イライラするんでしょうね、このタイプを思考する人たちにとってお役所的な形式主義に関わらなければならないほど不快なことはなく、それに対して一歩も譲らず本人たちにとっておかしな規則に従うことを拒否しますと、ストレスの多い状況下で関連性がないようなバラバラな事実を大量に覚えるようそれが求められると、劣等機能の内向感覚機能が勃発しますと、ある ENTP がを思考する人はですね、情け容赦ない正確さが欲求されていて、間違いの許されない数字や詳細を使ってプレゼンテーションしなければならない時などに勃発しやすいと言ってますと。また自分が重きを置く価値観と原理原則に対する侵害とあって、ここだけは譲れないって自分の価値観や大切にしている原理原則を侵害されると、ある ENFP を思考する人は誰かの度を越した攻撃の標的になってしまった人の痛みを感じた時に劣等機能を勃発しやすいと。また ENTP を思考する経済学者は極度に批判的な社会的含みを持つような理論モデルに取り組んでいる時に突然激しい劣等機能の反応が起きやすいと報告していますと。ジムは無理ってことですね。無理とは言わないけどっていう、ストレス抱えやすくなる、お役所仕事が苦手な人がお役所に行っちゃダメだって話ですかね。ですね、だからまあお役所に行くんだったら本当に肉体的なとこじゃないですか、自衛隊の現場とか。ああ、でも本当に戦う人、あ、でもルールがんじがらみ、あそこはもうあそこも階級が、消防とか警察とかっていう人たちがインザグリップに陥った時に見られるパターンとしては、自分の外向直感機能を過剰に使うようになる、その時にいつもバランスを取ってくれる判断機能の見極めなしに、分化されていない、要は分別されていない思いつきを急に連発するようになると、これまではパッて思いついた時に、これ言ってもしょうがないっていうのを分別していたものを全部出すようになりますよと。でこのような偏った知覚の仕方は徐々に効果がなくなり、いつもの熱意、使命感、なんとかなるさといった態度や日常へのエネルギッシュな対応が失われ、代わりに内向感覚機能が主導権を握るようになりますと。その特徴としては引きこもりと落ち込みの繰り返し、このタイプを思考する人たちにとっては内面の情報を処理することは決して心地よいものではなく、劣等機能にとらわれた状態に陥るとエネルギーが内界に集中していく感覚は馴染みがない厄介なものとして感じられ、この外向のエネルギーがなくなっていきますと、で悲しみや自暴自棄の気持ちが出てきて、ENTP を思考する人は一人ぼっちになったように感じ、
誰も自分のことを気にかけてくれないっていうことだけでなく、うん、今まで誰一人として自分を認めてくれなかった、うん、受け入れてくれなかった、うん、と急に思うんですねなるほど。で ENTP の別の人は、うん、全てが虚しく感じ、うん、やる気が起きず、うん、狭くて細い線のような罠にはまってしまった、うん、と感じるようになると、うん、挙げていますと、はい、でまた、ここでも出てくるのが事実への必要なこだわり、うん、劣等機能として内向感覚機能が働いた場合、うん、一つか少数の孤立した、うん、他の何とも関係を持たない事実や詳細にこだわるような形で出てくることがあります、うんうん、劣等機能である内向感覚の機能の一番の特徴としてトンネルから抜けられないイメージの存在が挙げられ、あらゆる可能性を察知できない状態を伴いますと、うん、なんかちょっとトンネルに入った感覚はなんかわかるんですけどね、はい、つまり一つの事実しか目に入らなくなり、それだけが気にかかり、それだけから限りない未来を見出そうとするのですと、うんうん、するとこのタイプを思考する人たちは突然口やかましくなり、些細なことに腹を立て苛立ち機嫌が悪くなっていきますと、うんうん、特に自分の個人的な快適さを確保できなくなると、うん、小さな苛立ちを大きな問題にまで発展させていきますと、うんうん、ENTP を思考する人はストレス状態に陥ると他者の取るに足らない小さな誤りに激怒し、うん、詳細に苛立ち横やりが入ることや全ての周囲の人たちに対して我慢できなくなることがあると言っていますと、はいはい、また自分の身体の状態への執着とあって、はい、内向感覚機能を主機能にするタイプの人たちは、はい、自分の内的な感覚を通じて得られた体験の微妙な意味合いを言葉で表現できます。しかしそれが劣等機能の場合は、うん、内的な感覚や体験に関心を向けることができても、うん、それは本当のことであれただの想像であれ、うん、身体的症状を過度に気にかけるようになり、自分が捉えた身体感覚を病気の兆候として過大解釈することもあるのです。ある ENFP を思考する人は特に大きなストレスを感じていた時、うん、自分の夫のただの出来物を悪性だと思い込み、うん、切除するように言い張ったと言いますと、うんうんうん、またある ENFP の人は自分が大きなストレスを感じている時以外、うん、めったに使わない血圧計があり、うん、ストレスを感じた時には日に何回も血圧を測るとか、うん、病的に手を洗うとか、うんうんうん、とかまたその子供に対してちょっと熱がある時に過大に捉えて大げさにでやってしまうことがあると述べています。僕によく服を着くれる、うんうん、あの親戚の、はい、人が、はい、まさにこのタイプで、うんうん、ちょっとストレスが溜まってくると、うんうんうん、結構なんか体的などこかが悪くなったみたいなことを急にっていうのは、うん、ああまさしくだっていうのはちょっと今感じております、うんうん。ISTP からすればこの人たちは担ぎやすいと、うん、わっしょいわっしょいしやすい、うん、要はあっちだって、うん、あっちに行こう行こうって言ってくれる、うんうん、はい、っていうのをだから担ぎやすいから、はい、あっちに行こうって言わせやすいってことですよね操作してるわけですねそう、なるほど、あっちが正しいんであっちが面白いんだよって言ってでこうちょっとそそのかすとあっち行くぞってなるほど。であとはそれそれなんです、認めてないでしょ、お前ばっかり認められてるって八つ当たりされるとっていう人たちの、慢性的なストレスっていう項目があって、このストレスが原因で外向直感タイプの劣等機能が、勃発パターンから来るちょっとした言動が習慣になったり、この人の中心的な特徴になったりすることがある、うん、要は八つ当たりするのがもうあの人、うん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 、でなったりすることがある、うんうんうん、っていうことですね、うん、はい、でこの人たちがこの持続するこのストレスが持続すると、うん、些細なことに執着して将来の可能性をイメージすることができなくなって、うん、自分や相手の健康が気にかかるようになり、うん、またその
過剰な情報量で自分や他者をが、まあ、圧倒され、前に進められないようになってしまいますと、で、まあ、中にはこのような劣等機能の表現と極端な外交直感機能の言動、それはなんか過剰に、悪い部分だけ過剰な行動になる、っていう次々に出すことで、それが原因でなんか睡眠や食事やがおろそかになって、また体が悪くなってくるっていう悪いスパイラルにどんどん陥っていってしまうっていうところがありますと。活動しすぎるっていう、活動、まあ、活動しすぎる、巻き込みすぎる、で疲れるで勝手に疲れて勝手に怒ってっていう、もう周りからすると、またやってらーですよね。大変ですよね、まあ、ルフィも大変ですよ。だから普通の人では、そうですよねあそこにそうなんですよね一緒に行くぞって言われても多分あの船団に入りたいかですね、はい、確かに、僕はもう海軍の方でいいですもん海軍の方で、はい、海軍の中でいいですよ、はい、っていう方々が、バランスを取り戻す方法としては、じっくり考えたり思いを巡らせたりすることができ、自分自身を心ゆくまで体験でき、劣等機能にとらわれた状態にいても自由にあちこち転げ回れる時間を必要としますと、特に ENFP は一人でする瞑想するようなことに興味を感じます、こんな時周囲にいる人たちは、少し後ろに下がって距離を置き上から指示をするようなことを控えるようにした方が良いでしょうと、細かなことやデータを扱ったりするようなことには本人にとって不安を和らげるために手を差し伸べることは効果的と言えますと、しかし代わりにやってあげるとか問題を解決してあげるっていうような援助はこのタイプにはあまりありがたくありませんと。外交直感タイプを志向する人たちは相手が下手にアドバイスしようとしたり物事を決めたりしようとせずに否定的で後ろ向きな状態から無理に抜け出させようとしない限りにおいては信頼する友人に話すことで助けを見出し続けますと。要は話しかけてくれるんですね、多分この人たちは。 ENTP にとっては補助機能の思考機能を使って何が起こっているかを分析しようとすることで、また ENFP は普段と異なる冷たさや無関心さを装っていても補助機能の感情機能を通じて相手の温かさ、受け入れてくれる態度、自分への評価に徐々に反応していくことでバランスを取り戻すきっかけを手に入れることになるでしょうと。そうですね、やっぱりこの ENFP は親しい人にアドバイスを求めたり、確証を求めたりすることがあるようです、っていうのが挙げられていたり、やっぱりこの ENTP の方も人にっていうのはあるようです、まあ、相談はしたいんじゃないですか。で相談した時にこれはこうやるべきとかって言われなければ聞きたいんですよ、はい、多分考えを聞いて、はあ、はあ、そういう考え方もあるよねっていうので、補助機能の思考機能で、あ、じゃあこういう考え方もあるよね、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃん、ってなるけど、だからこう厳しい人じゃなければ相談したときに、はい、これは絶対こうすべきですみたいなこと言われると、はい、多分、はい、相談しない、はい、っていう方々ですね、なのでこの ENTP、ENFP のまとめとして、勃発するきっかけとしては要はやりすぎによるとは書いてないんですが、活動しすぎによる身体的な疲労、で関連のない詳細や事実に注意を向け続けなければならなくなるとき、あとは自分が重きを置く価値観と原理、原則に対する侵害が続くと、インザグリップ体験に陥っていくんですけども、引きこもりと落ち込みの繰り返し、事実への必要なこだわり、で自分の体の状態への執着、要は疲れるからちょっとしたことが、あ、俺大きな病気かもしれないっていう、やっぱ振り幅が大きいですね。だからもう本当に疲れるぐらいまでやるんじゃないですか。なるほど。ヘロヘロになるぐらいで、ヘロヘロになった状態で、はい、あ、病気かもしれないとか、これはやばいってこんなにヘロヘロになるなんて病気かもしれないとか言って、はい、わけのわかんないことを
でバランスを取り戻す方法としては、うん、瞑想したり内省すること、うんうん、自分の身体的な欲求に気づく上で、うん、人から指摘 してもらったり援助してもらう、うんうんうん、何かアドバイスを受けたり指示を受けたりするのではなく、あくまで支援的立場を保って援助してもらうっていうのがいいそうです、うん、知り合いの ENTP は教務主任、 PTA 担当、うんうん、野球部の監督を全部やってた、うんうんうん、準備やってた。なるほど、うん、それでいて疲れないし思いっきり人を振り回すので始末に追えないと、うん、やりたいんでしょうね、まあ、そうインザグリップになる状態はもっと疲れるってことじゃないですか、うん、そこからさらにそれやりたくてやってるって話ですよね。やりたくてやってる、はい、であと突然深夜に家に押しかけてきて、うんうん、全肯定してあげないと、ああそうそんな感じですよね、巻き込み型、うんうん、それは違うよとか言って言われるとまたグリップが始まるしなるほど、うん、まあ、うん、ルフィを考えると分かりやすいですね、うん、はい、エースが死んだ時はそんな感じでしたっけ。エースが死んだ時にちょっと引きこもり的な感じになったじゃないですか。あれエースに死んだ後って、うん、修行に入っていくとこでしたっけ。修行に入る前ぐらいの時に、はい、ジンベイとなんか、あ、全然なるほど、そういうエピソードがあったんですね。確かあった、まあ、すごい長い時間じゃないですけど、はい、ジンベイがなんか話しかけても、話しかけくんなみたいな八つ当たり八つ当たりですね、うん、はい、そんな感じかなって今、うん、なるほど、そっか、僕にそれはないもんな、うん、心配してこう話しかけてくるわけじゃないですか、はい、立ち直らせようみたいな、うん、ありがとう、でも今ちょっといいっていう言い方になると思うんですよ、うん、話しかけてくんなって殴りかかってますよ確か。そんな感じでしたよ殴りかかったような気がする、はいはい、うん、でもそこは注意ですよね、うんうんうん、噛みつきに、噛みついちゃダメですよ、ね、あ、ダメだ、噛みついちゃダメだっていうのもダメですね危ない危ない、うん、はい、やっぱり外交、うん、私もちょっと外交の自覚はあるんですけど、うん、なんか上から言いがちですね、外交なのか、あ、あのすべきだよ、うん、みたいなのは、うん、もうなんかちょっとしたアドバイスみたいな、あ、それいいんじゃないのとか、はい、自信持ってやったらみたいな、はい、ってこうちょっと自信を持てるような感じじゃないですか。体調が得意なんですね、はい、見習っていきたいと思ってます、うん、というところで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。